卒業は1967年のアメリカ合衆国の青春恋愛映画。監督はマイク・ニコルズ。出演はダスティン・ホーフマン、アン・バンクロフト、キャサリン・ロスなど。原作はチャールズ・ウェッブによる同名小説。アメリカニューシネマを代表する作品の一つ。日本では翌1968年に公開。テーマ曲はサイモンガーファンクルの サウンド・オブ・サイレンス。米国東海岸の有名大学陸上部のスターで新聞部長でもあったベンジャミン・ブラドックは卒業を機に西海岸のカリフォルニア州南部のパサデナへ帰郷する。友人親戚一同が集った卒業記念パーティーで将来を職望される若者に人々は陽気に話しかける。そのパーティーで父親の職業上のパートナーであるミスター・ロビンソンの 妻のミセス・ロビンソンと再会する。卒業記念のプレゼント、赤いアルファ・ロメオ・スパイダー・デュエットで、ミセス・ロビンソンを送ったベンジャミンは、彼女から思わぬ誘惑を受ける。一度は拒んだベンジャミンだったが、今目標を失っている彼に示された道は他になかった。大学院への進学を期待されながらもどこに進学するか決めないでうつろな夏休みが始まる。夜ごとの大勢。 それでも拭いされない、虚無感。心配した両親は、同時期に、北部のバークレーの大学から帰郷した幼馴染みの、エレーン・ロビンソンをデートに誘えという。一度きりのデートでわざと嫌われるように仕向けるはずが、ベンジャミンは、エレーンの一途さに打たれ、二度目のデートを約束してしまう。二度目のデートの当日、約束の場所に来たのは、ミセス・ロビンソンだった。 彼女はベンジャミンにエレーンと別れるように迫り、別れないなら、ベンジャミンと交わしたジョージを娘に暴露すると脅す。焦燥したベンジャミンはエレーンに自ら以前話した、不倫の相手は、他ならぬあなたの母親だと告白する。ショックを受けたエレーンは、詳しい話も聞かずに、ベンジャミンを追い出す。エレーンを忘れられないベンジャミンは、彼女の大学に押しかけ、大学近くにアパートを借り、 エレーンを追いかける。結婚しようという彼の言葉を受け入れかけたある日、しかし彼女は退学していた。そして、ベンジャミンはエレーンが医学部卒業の男と結婚することを知る。どうにか彼女の結婚が取り行われているサンタバーバラにある教会を聞き出して、そこまで駆けつけたベンジャミンは、エレーンと新郎が今まさに誓いの口づけをした場面で叫ぶ。エレーン、エレーン。 ベンジャミンへの愛に気づくエレインはそれに答える。ベンベンジャミンを阻止しようとするミスター・ロビンソン。悪態をつくミセス・ロビンソン。二人は手に手を取って、教会を飛び出し、バスに飛び乗る。バスの席に座ると、二人の喜びはやがて未来への不安に変わり、背後にサウンド・オブ・サイレンスが流れる。2015年3月4日発売の ユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイには TBS 版が収録、サイモンガーファンクルの楽曲とデイブ・グルーシンが作曲したインストゥルメンタルが使用された。本作のサウンドトラックアルバムは全米1位を獲得してグラミー賞では最優秀インストゥルメンタル作曲賞部門を受賞した。ロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は音楽、演技、 大学卒業後の倦怠感を的確に捉えた卒業の青春ストーリーは確かに時代を超えたものである。であり、82件の評論のうち高評価は87%に当たる71件で平均点は10点満点中8.9点となっている。メトクリティックによれば19件の評論のうち高評価は15件、賛否混在は4件、低評価はなく、 平均点は100点満点中83点となっている。ありがとうございます。